秋谷正美は、日本の漫画家。近年はワンベエ、名義で活動を行っており、同人サークル、秋文を主催。週刊マーガレットなどにおいて、少女漫画の連載を持っていた。コンピュータ RPG、ウェディングドレスファイターの作者でもある。RPG2、クールに先生のロールプレイイングゲーム。テックウィン DVD2006 年1月号のコンテストパークにおいて、 金賞を受賞した。主人公のウェディが2週間後に催されることになったダーリングとの結婚式に間に合う、要、剣士ライラック・ウェイトレスの鵜呑み魔法使いやっかみーの3人と共にセレモ村の大聖堂を目指すというストーリーになっており、宿に一泊するとゲーム中の日付が1日経過する。会話イベントにおける選択肢によって仲間の能力値やその後のストーリーに変化が生じ、 仲間との、友好度などによって異なるエンディングに到達する。なおワンベイは、秋分のオリジナルゲームはすべて実況動画や二次、創作大歓迎としており、大きなネタバレがあるときは、タイトルなどにその旨を書き添えていただければと述べている。ワンベイは、女の子4人の賑やかな旅をイメージして制作したとしており、メンデルスゾーンの、 結婚更新曲をテーマ曲にした物語を作ろうと思ったことが制作のきっかけであったと述べている。本作は漫画ウェディングドレスファイターが元になっており、当初は漫画の内容と同じ短編ギャグ RPG という構想であったが、だんだんエピソードやイベントが膨らんで何度も作り直した結果、全く異なるファンタジーコメディ RPG になったとしている。 開発の際に苦労した点として、テストプレートバグ取りを繰り返したことを挙げている。ワンベイは、多くの RPG では、仲間になるまでの物語は凝っていても、同行するようになると、それぞれの存在感が希薄になってしまうと感じており、本作では、街や宿屋ではできる限り仲間は別行動にして、各々のエピソードを強調するようにしたため、フラグスイッチが複雑になってしまったと述べている。 なお、制作期間は5年であるが、そのうち4年ほどは試行錯誤だけで浪費したとしている。テックウィンコンテストパークでは、主人公の選択や仲間との関係によって、ストーリー展開が変化するところが面白いと評価されており、各種イベントや最後の試練にも工夫が施されていて、これだけの要素を破綻させずに組み込むだけでも制作に、 力が入っていることがわかると評されている。そして、護衛の仲間との関係性を重視したゲームシステムが愉快であり、信頼を得られたかどうかによって、エンディングの内容も変化するため、非常に芸が細かいと評されている。ベクターの新着ソフトレビューでは、仲間の3人の少女が、いずれも個性的で生き生きと描かれており、 彼女たちとの会話やイベントが豊富に用意されていると評されている。また、仕掛けやフラグなどがとても細かく念入りに設定されているため、トゥルーエンドを迎えるにはゲーム全体に散りばめられた仕掛けをある程度把握する必要があり難易度は高いが、トゥルーエンド以外にも魅力的なエンディングが用意されており、むしろそちらの方が真のエンディングではないかと感じられる部分もあるとされている。 次世代フリーゲームの殿堂では、旅の日筋は、基本的に一本堂だが、イベントは見たいが、残り日数も、というジレンマを楽しめると評されており、日数制限が厳しく見えるが、ある程度のスケジュールを終えてから余った日数で戻る、余裕はある、と申されている。ウェディングドレスファイターに関するカテゴリー、ありがとうございます。